はい、ありがとうございます。っていうこと、今日昨日打ってたね、ホームラン。いい感じの。え、これさっき俺もらったやつでしょ、これ。やばくない？これ。いや、これ、これ返したいんだけど。ということで、いつの間にか手に入ってた、色違いのサニーコ今回使っていきます。なんか生配信中になんか送られつけられた卵が孵化したらこいつ生まれたんですよ。で、その後になんかメール来てて、これほんまに正規のなんかそのリセットとかして色違い確定したやつなんで使ってくださいっつって、なんかスクショと一緒になんか自分は潔白ですみたいな感じ言われたんで、まあもらったもんをね、なんか粗末に扱うのもあれなんで、せっかくなんで育成して、ちゃんとサニーゴを使ってみます。しかもこのサニーゴはガラルサニーゴと違って、通常のサニーゴなので、タイプとかその特性とかがまるっきり違うので、結構面白いポケモンなんで使っていこうと思います。特性がまず張り切り。張り切り、まあこれはアイアントとかパッチダイゴンでおなじみの、攻撃力が 1.5 倍になるっていうやつですね。その代わり技が当たりにくなるってやつなんですけども、まあ、もちろんそこはダイマックスすれば技が必死なので関係ありません。で、技構成、アクアブレイク、モロハラの続き、地震、まあこれはもう本当に物理技の本当に屈指の威力高い技を揃えてみました。で、一応ミラーコートもされることによって、まあ特殊に何度か意思むぐったのかなみたいなのをやってんだけど、ちょっとこの枠はね、呪いとかまあいろいろ自己再生とかいろいろあると思うんで、そこはちょっとまだ考えてます。一応ミラーコートにすることによって大サイコになるんで、先制技とかを防ぐのにも使えるけど、まあ基本的に使うことないかな。で、耐久やらせようとしたらさ、どう考えてもガラルサニーゴの劣化にしかなんないんですよ。タイプもだって今の草が多い環境で草4倍やし、おまけにこいつサニーゴに進化できないから、進化前って扱いじゃないから、進化の奇跡使えないですね。もうやっぱ耐久型はね、やっぱガラルサニーゴに任して、この通常の普通のなんか生きてる方のサニーゴは、まあ、物理アタッカーやらせようかなというふうに思ってます。なんか色は若干死んでるけど。さあ、バッチングしました。ランさんお願いいたします。ヒダルマ、ギャラドス、そしてドラパルト、ドリューズ、カビゴン、さらにはトゲキスという相当たるメンバーなんですけれども、まあ今回やはりね、ブリムオンからスカーフジェっていうか、その、なんだっけ、ドリクルーム巻いて、ブン巻いて、サニーゴってつなげていきたいんですけれども、ここでちょっと気になるのが、初手は何が来るかなっていうところ。まあギャラドス、トゲキス、この辺は岩技で完封できる。一方のギャラドスってポケモンは、この選手だとちょっとまだ倒せるかどうかわからないっていうだったところに、氷っぽをちょっと選出してもいいのかなっていうふうには思っていて、うん、そうだ、ギャラトスとかも一応ケアできるので、氷っぽありかな。まあヒートラブドム出してもええけど、それだと避けずにカビゴンきつなるから、まあ氷っぽになるんかな。ちょっと俺カビゴンが結構パーティー的に重いですね、そもそもね。さあお願いいたします。うわー、もうこのパターンだけマジでしんどかった。これマジできついんですよ、このドリル。まあ俺の場合ドリル実は刺さってるから、まあ、で、呼ぶのはしゃあない。これでアイアンヘッドの 30% 引いて、ヒルフならもうその瞬間負け確みたいな。実際ドリューズがめちゃくちゃきついパーティーなのは間違いないです。このトリックルームが、ただ入りさえすればドリブリモンから何とか、することができます。さあ、アイアンヘッド、ここでひるむかどうか、まず。30%。はい、ひるまなかった。オッケー。まあ、ここですよね、マジでね。本当に。ひるんだ瞬間僕撮影止めてるんで、いつも。で、まあ、ドリューズどうせ助け持ってんねやろうな。まあ、でも一応、マジカルフレームでダメージ当てておきますか。うん。ワンチャンスカーフとかだったらね、ここで倒せる可能性もあるので、ここは抜かりなくやっていきます。まあ、素手は耐えられるんですよね、というふうには。さあ、しっかり耐えられて、特攻下げるけど、あんまりこれは意味がないと。アイアンヘッドしっかり。まあ、ウィモに関してはね、よく役割を果たしてくれたと思います。さあ、ここから、ちょっと勝負になるんですけれども、もう一気にサニーゴから入っていきます。技構成がアクアブレイク、モロハラの続き、地震で、ミラーコートで特殊を受けれるようにしてる。うわ、なんか色違いええな、なんかやっぱ。このエフェクトがええわ。で、そうだね。水技読みのギャラドスとかか。まあ、別にそれ来ても上からまたモンハン打てばいいだけの話なんで、ここは普通にアクアブレイク打ちましょう。ただもちろん張り切りなんで、外れる可能性があります。当たりよ。ナイス、オッケー。これなぁ、結局外れるっていう負け筋が常につきまとうから、ダイマックスっていうのは本当に大事な場面で切らないと、こんなところで来ててもしゃあないから。さあ、相手裏のポケモン次第でワンチャンこれ3人俺マジ積んでんねんけど、大丈夫かな。今水なんで、うっと、ドラパルド来ました。おそらくこのドラパルド、ダイマックスを切ってくるとは思いますが、もう突き進むしかない。第6、ちなみにサニーゴの第6は自身が岩タイプなので、特防が上がります。大アース、第6、共に特防が上がる技と
いう認識。そしてアクアブレイク、だから大ストリームに関しては次回以降の水技の威力を上げていく。さあかませよサニーゴ、全部吹き飛ばせお前のパワーでな。あ、ダイマー切らないや。いやこれね、助けも持てたとしてもダイマーをこれ貫通できるっていうのはでかい。あ、助けではない、なるほど。でもラストのポケモン出すダイマー切る感じか。まあ助けとしても一発殴られるけど、これ助け通知できるんですよね。ダイロックがメインウェポンなんで、そういう意味ではサニーゴの強みっていうのは一つあるのかな。岩技をメイン技にできることによって、え、これ勝ったわ、悪い、勝ちました、悪い、勝った、悪い、これは勝ったわ。多分トリックルームだって、あとはでも一旦か、ダイオールされるかな。まあ関係ない、うん、多分ダイオールされて草田持ってんだ、大草原しっぺがれ、あのしっぺがれでパーンいかれんねんけど、そうなるとラストの氷っぽでなんとか勘とか頑張るしかないかな。ここダイボール多分あるんやろうな。ダイボール出るかな。だけど特技室ちょっと倒したい、倒したい。まあダイボールされるやろうけど、されない、持ってない、いけ頑張れ、いかない。もう弱点保険とかいうものやめろ。やっぱみんな持ってんな最近のキスな、大草原。張り切り玉大ロックいかんか。わからん、これちょっと計算してみないとわからんけど、キスが耐久に振ってたんかもしれんしね、弱点保険ってことはね。かもしれないし、単純にサニーゴのちょっとパワーが足りてなかったっていうのもあるかもしれませんが、ちょっとここは、きついかな。ゆがな時空が元に戻る。氷っぽがワンチャンキスより早いみたいな、キスがね素早さ無理だったら分からんけど、まあおそらくちょっとこの試合に関しては、負けかな。抜け、お、抜いた抜いた、嘘嘘嘘嘘、え、マジで。抜いてんけど氷っぽ抜いてやった。 S2 踏んないと大金普通やから、じゃあキスがっていうことですよね、これ多分ね、最近普通だっていうことやんな。やった。はい、マッチしました。ヒロシさんよろしくお願いいたします。トリドドン、サーナイト、バンギラス、その他諸々ということって、ちょっとナットレーとトリドドンがかなり怖いので、この2体をうまいこと潰せるポケモンを採用しないとちょっとサニーゴは立ち回り、づらいんですね。まあどうしよっかな、サザンドラとか入れてみて、なんとかこの2体牽制しながら立ち回ってみるか。初手サザンドラから入ってみますか、これ。まあとか言いながら、いきなりからスカフ、ね、サーナイトとか来ちゃえみたいな感じも、いや、これゴリラの中から行こっか。ゴリラから入って、で、裏ブリモンサニーゴ。この感じで行こっか。さあお願いします。おーっと、サーナイト初手から来ました。何を読んだんかわからんけど、多分まあ、スカフだと思うんすね。さあそして新緑をパクられるけど、まあ、これはサーナイトが、なんかマジカルリーフとか持ってない限りは全く意味がないので、せやな、畑落とす打ってもいいけど、まずドラムアタックからかな。ドラムアタックから入るのが鉄板か。いや一応畑落とす、ドラムアタックで普通に殴ろっか一回。もうそんな殴ってきた。 OKOKOK、 これあの直球でしっかりと受けられるんで。あっ、これなんかメガネとか、メガネやったらもっといく、それとも。こんな入るっけ、こんな入るもんかな、こんな入るもんかな。これで触らないと抜ければ多分こいつメガネやったんちゃうかな。ちょっと畑寄せて もの見てやろう。興味本位で見てやろうか。抜けたって。いや、これ多分ね、俺メガネな気がするわ。こだわりメガネちゃうか。ちょっと見る、一回。あー、助けか、普通に。え、じゃあ、直帰込みでもあんな効くんや。へえ、なるほど。意外な火力を持ってたな、サーナイト。さあ、そしてシャンデリア、シャングリラが来るということで、まあ、さすがに今のシャンデラ、これ絶対草技持っとるから、ちょっとここで炎技読んでサニーゴに交換っていうのをやると、絶対に痛い目合うんで、まあ、ゴリランダ、ここは素直に畑を進めて、ちょっとまあ、お役御免って形を取りますか。さあ、大文字焼き食らうと。じゃあ、こっからブリモンでトリックルームかな。なんとか、シャンデラの技一発耐えて。で、シャンデラセンサーとか多分ないから、一
発タスキかな、あ、こいつでもタスキじゃなかったんやったっけ。とりあえずここはブリムーンでトリックルーム打てば何とかなると思います。何とかなる。でむずい、かなりねむずいところやねんけどね、裏に結局ナットレおったら勝てへんねん。トリドンやったら何とかなるかもしれんけど、裏ナットレやとマジで勝てないから、これブリムーンどうするかやな。あー、ダイマ切ってくれたか、ここに。ここにダイマ切ってくれたらかなり助かる。トリックルームから、そうっすね、シャンデラ潰してってやれるけど、結局裏の、何でしたっけ、ナットレーに受けられちゃうんすよね。だからこれちょっと待って、ダイマ切んのまだ後かもしれん。3回ホロクラテイク。いや、これ裏ナットやったらマジ負けんねんな。ナット、どうやろ、おるかな、ナットおるかな。サザンだの、ロトムだの、ブリムーンだの見てさ、ナットだよ、戦術しづらいと思うねんけど。とはいえ、ここもうブリムーン切るしかないっすね。大ホローで普通に耐えないからな。裏のポケモン次第ではって感じやな。もうちょっとここはもう本当に運ゲーになるんですが、サイコキニス打ってお役ごめんします。いやもう裏がナットレやったらもう負けっす。それはもうしゃあない、正直。しゃあなすぎる。さあ、大番でブリムーン吹っ飛ばされていく。さあ、頼むぞ、こっから。逆に、裏、バンギ、もしくは、若ハゲ隊長やったら。これ、勝てるで。大アースにしておきますか。大アースかな。一応ナットレの交換とか考えるんであれば、大アース。でもナットレおるにしても打たんかも。第6でえっか。第6で天候変えたらもう。第6でや。うん、交換なし。OK。これでシャンデラはおそらく突破できたでしょう。いや、もうマジラス打ち次第。ほんまに。ラス打ち次第なんだよな、結局。まあでもナットレ出しにくい選出というか、そのパーティー構成になってるはずやから、ナットレおらんと思うけどな。そしてダイボールもない、ダイボールない、ワンチャンあるか。しっかりシャンデラ潰していく。これバンギとかやったらもちろんダイストリームで落とせるし、バルジーナでもダイロックで多分各一。ナットレ来たら終わりやな。トリトドンか、いや微妙や、それはそれマジ微妙やけど、大アースかな。こいつ貯水やんな、貯水だか呼び水だかなんかの水効かんやつやんな。大アース2回打てる。どうなる。半分入った、半分入った、マジで。しかも俺のサニンゴトリトドンより遅いってことや、トリクルム化で先生ってことは。よかった、サイドにしといて。あくび、いや、これ守るあったら負け。あくびって守るあったら負けや。守るあったら負けや。いや、守るされても、あくび、ちょっと待って、あくびなんかあくびを向こうができるやつなんかあるっけ。守るされても一応大丈夫。やめて、これダイヤス連打しかないな。頼む、トリトン押し切れ。守ってなかった。あ、よかった。守るで一応耐えられて、そっから寝て、一方的に熱湯で縛られるみたいなのもあったけど、よし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 、なんか、勝ててるし。はい、マッチングしました。村長さん、よろしくお願いします。トゲキス、アイアンと、ギルガルド、ドラパルト、そしてブラッキー、カットロトム。まあこれも普通にブリモンから入りたいところではあるけどな、まあ、ただブリモンで結局そのなんかトリックルームやってみたいなんで、ブラッキーとかで透かされるのが一番嫌なんですよね。だからこれなんなら初手ロトムから入るでもいい気がするけど、どうやろう。初手ロトムから行かへん、初手ロトムから行ったろうかな。いやー、それだとアイアンと来た時に第6打たれた時に終わっちゃうから、いやー、でもロトムでいいか。うん、でブリムをサニーゴドラバート、オッケーオッケーオッケー。とりあえず怖かったアイアンとの選出は避けられたということで、まあロトムから、まあ正直ここブリムが全然良かったんけど、一旦ロトム見せておいて、高校バッなんかボルトチェンジとかでなんか一回ちょっと盤面をさらちにしようか。
あーリフレクターとかいうめんどくさいの剥がれて、いやこれマジめんどくさい、リフレクマジめんどくさい、しかもなんでリフレクターから貼ってんねんこいつ、ロトン見といて、えマジめんどいねんけどこれ、普通にやばない、キスとかで全然抜きされへんこれ、リフレクターはちょっとうちのパーティー的にはかなりきつい、リフレクは正直きつい、これトリックルームいきます、 とりあえずトリックルームいく、まあでも粘土持ってんねやろな、いやこれマジめんどくせえ、よう壁張れるなお前今の関係で、まあでもある意味そっか、瓦割りを採用してるやつが多い、この今ドラバルド相手にその瓦割りって打てへんから、そういう意味では下手したら今の関係だとラプラスやなんだっけ、アローラ9号よりも優秀な壁張り役なんかもしれん。マジカル社員で。ただここでアディ壁張るってことは、こっちの助けも壊さなかったから、マジカル社員でこれワンパンできるんちゃうの、耐えられるかさすがに。あ、耐えた。オッケーオッケーオッケー。いった。あ、急所だ。これ多分は、それ、これ多分有効急所なんですよね。あ、ギルガルドか。ギルガルド、まあ弱点、オッケー持ってそうやな、弱砲持っとったらマジでクソめんどくさいねんけど、キングシールド読みでちょっと一回ロトムに変えるわ、ちょっとブリムの助け大事にしていく、ここてか、壁のターンをうまいことちょっと遅延でに、ちょっとごまかしたいんですよね、遅延で、おっとバトルスイッチ繋ぐってきてる、できればラスターカナとかがいいねんけど、まあ多分シャドーボールやろうな、あーそっちか、オッケー、それならまあ助かった、まあこれならアルロトムでしっかりアルロト耐えることができて、トリックルームが後に一旦、そして壁が、リフレクターとかでもあともう一旦とかなってんのか、今、でも多分粘土があるから、あとでも実質3ターン、リフレクターさえ外せれば俺としてはよくて、まあでもさすがにここ悪の波動を打っとく、いや、これ一回トリックやな、ちょっと濁すわ。マジで、こっから本当に心情立ち回る。壁とか何も状態にして、ブリムの助けが今残ってるから、インファクソだるいけど、まあ、ロトもしっかり削られちゃいますね。ってことは、これ、助け型っすね。このギルガルド、絶対助け型だ、これ。ってことは、このトリックは、ある意味、助けを潰すって意味では役割を果たしてたんじゃない、多分、助けやろ。そうそう、インファ持ってるのは、だいたい助けなんで、ただ、ロトムはもちろん、助けを発動させることはもうできないから、こっからちょっと、うまいこと、まあ、悪の波動、まあ一応ボルトチェンジにしときますけど、まあ多分ここでギルガルドにしばかれるんで、インファイトぐんつり打たれてしまう。いや、ここマジで慎重に行こうぜ。タスキを奪えたっていうだけで今のトリック意味があった。うん。で、時空が元で持ってしまう。こっから、もうこっからでいいわ、じゃあ。もうこっからで行こう。こっから立ち回っていこう。こっからもうブリムーンのトリックルームをもう一回張って、どうすかこの回りくどい戦法で、あとギルガルドはサニーゴの地震で潰すで、多分そういうやり取りしてるようにリフレクター終わるから、うまいことしのぐ、ドラバがアホで倒すのは地味でかいかもしれん、プリムの助け残ったからね、あれのおかげで、うわっとダイマックシ切ってくる、相手この状態でダイマックシ切るってことは、これあれかな、もしかしたらブリムの助け読まれてないかな、だったらこれサニー号で最後まくれるわ、もう多分何着てもまくれるんちゃうか、サニー号で、いやいける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 、いや、マジ勝ったんじゃん、これダイマックス切るっていう判断謎やな、相手、なるほど、ダイスチルで自らの耐久を上げていきたいっていう、そういう戦法か、ただこれをやっちゃうと相手影打ちがもう出ないから、助け一回耐えた後にブリムが一回行動できてしまうんだよね、これは非常にでかい、俺にとってはでかい、これしっかりトリックルーム入って、で次の大番でしのいて、でこういうタイプあれやろ、大ウォールとか持ってないやろ、これマジカルフレームでいいわ、とりあえず、いやこれね勝てる勝てる勝てる、しかもマジフレで結構削れるんじゃん、ギルガルド、うん、これで削れば多分大スチルで詰まりまくってもサニーゴの大アースで倒せるようになるから、ここであえてギルが、そっか弱点、なるほどね、オッケー。いや、これサニーゴでまくれる。まくれる、まくれる、まくれる。まくれる。大ウォールがないっていうのがでかい。だから、ここでもう俺は、このギルワードを確実に潰す。そう、リフレクターがなくなる、この瞬間に。さあ、サニーゴ。待たしたな。長かったが、お出立てが終わったぞ。お前の時間だ。
っと待ってな、一応見ていい？ラストブラッキーとかやったらマジしょうもないな。ダイストリームが一番いいと思う。ここは次の雨、あの水技の威力上がる。裏がブラッキーとかやった場合にちょっとめんどくさいんで、ダイスチル2回積まれてるとはいえ、そもそもあのこのビルガルドのアタックフォルム の耐久って低いんで、この水でしっかり倒して後続につなぐっていう役割いくか。さあでかいサニゴ頑張れ。これ耐えられたらちょっと俺それはあの謝るしかないの。まず耐えられへんけどね。 OK、 これ裏ね、なんかブラッキーなんブラッキー臭いねんな。裏ブラッキー臭くねえか。ここで雨降らすの多分正解だと思う。絶対正解だな気がする。頼む頼むぞサニゴ頑張れ。絶対有利な状況やからこれ。キスか。よしだった、勝った。よし勝ったぜ。第6かましてやれ、トゲキスに。おめえの第6をドハー。いや、あれやな、結構ドラパの壁とかのターンをうまいことしのげたのが良かったと思います。はい、ありがとうございました。攻撃数って HP に振られてなければダイマックスされても角1なんかな。ちょっと後でマジで計算してみるわ。なんか今日1回耐えられてたから後でちょっと計算してみます。はい。